一般の商業誌には本当に取り上げられない、政治の問題とかもちろん経済の問題、そういうようなことがしっかりと書かれている。特に私の専門の農業関係では本当に業界誌しか取り上げないんですよね。だけど赤旗は国会論戦も含めてしっかりと理論的にも政策的にも提言されているというところが大変、まあ、私にとってはありがたい、助かる立派な新聞だと思います。赤旗を読めない時なんかは禁断症状が出るような感じなんです、本当に。でこれなんでかというと商業誌にはさっき言ったように商業誌には載ってない、あるいは商業誌が取り上げない、なんかそういうところで世の中が動いてるんじゃないか、それもネガティブマイナスな方にね。だからそういうのをなんかこう 読まなかったことによってひょっとすると自分は知ってない、知らないところで何か動いてるんじゃないかっていう、そういうような若干不安に駆られるようなことがありますよね、これ本当に、はい、だからやっぱり自分にとっては毎日欠かさずに目を通さねばならない新聞になってます。赤旗は政治や経済、我が国の政治や経済、いやいやもう世界の政治や経済についてかなり鋭い切り口で明らかにしています。それからスポーツや芸能的なことに関してもやはり赤旗ならではの切り口を見せています。どうぞ一緒に読みましょう。